続いて、いいですね。反対の意味や対の意味の漢字を組み合わせるということで、1番、終始。こちらについては、別の熟語で考えてあげると分かりやすいパターンですね。終始。終と始ですね。この漢字を使った、別の熟語を考えてみます。収入、支出、入ってくること、出ていくこと、反対ということがわかりますよね。続いて、13番、功罪。功績と、犯罪というような形で考えると分かりやすいのではないでしょうか。反対の意味です。13番です。19番、水筒も反対ですね。出る、そして納める、これは訓読みをしてあげると分かりやすいでしょうか。22番、貸借、貸すと借りる。続いて43番、需給、需要と供給、需要の需、供給の給。